タイは中国の伝説上の動物である。日本の狛犬の起源とも、中国の海地、鈍行の記載から、姿は大きいものは牛、小さいものは羊に似ているとされる。全身には濃くて黒い体毛が覆う。頭の真ん中には長い一角を持つことから一角獣とも呼ばれ、この角を折ったものは死ぬと言われる。キリンに似ている。水辺に住むのを好む。 人の紛争が起きると、角を使って理が通っていない一方を突き倒す。次第に海地はより正義感のある、性格づけがなされてゆき、正義や公正を象徴する殺従となった。大の、大の字は、足のない虫や背中の長い獣を意味する、同音字で、本来は、と書く、は、法治の、治と同音であり、法の政治にも含まれていることから、古くから、中国人は、 法治の精神を、海地を使って表現した。古代中国では法律を執行する役人が被った帽子に、体が飾られ、体幹と称した。真の時代の役人の着物にも体が刺繍されていた。また副葬品として、開地の工芸品を選ぶ人もいた。寺では、開地の決心として、羊を飼育した。台湾に移住した漢人は、法治の精神を、 海地を使って表現することを伝え、正義や公正を象徴する幸重となった。現在、中華民国国防部憲兵の腕章に採用されている。海地石像、海地は朝鮮半島にも伝わり、ヘテと呼ばれる。ヘテは漢字で書く場合には、海だと当て字される。漢字の海地が朝鮮語ではヘチまたはヘテと呼ばれる。 中国との違いは、羊や牛の姿ではなく獅子系であることと、大抵の場合、頭に角を持たないことである。が、文献上の知識では朝鮮でも一角獣であると認識されており、なぜ造形された実際の像となると角がなくなることが多いのかは、不明である。心眼を見極める能力があるとされ、その石像は、魔除けとして建造物の門前などに置かれることがある。 韓国では、製菓会社の企業名に用いられるなど親しまれている。また、ソウル特別市は、ヘテの語源である、ヘチを2代目のシンボルにしている。ありがとうございます。